いや、あの僕もこれ久しぶりに本当にもう数十年ぶりに拝見したんですけども、改作ですよね。いやいや、600万円かな。どうお金あですよね。これそもそもの、少しじゃあその俗物図鑑のねお話を伺うと、この企画自体は、どういう感じで、ま、あの桂さんもお名前つ企画で連ねられてますけれども、少しお話しいただけると。久しぶりなんで、はい、パンフレットを当時作って、思い出しながらやりますけれども、はい、あの当時桂さんと組んでですね、あのほとんどの作品が映像化されてたんですね、はいはいはい、正月映画4本ぐらい2人で書いたこともあったぐらいバカバカしく働いてたんで、はいはいはい、まあ俗物図鑑というのをまあ平岡さんは前からの知り合いだったんで、辻さん紹介していただいて、はい、で山藤さん の、はい、あのレイアウトの台本ですって、自分たちで必ずこれはどっかが乗ってくると思って、1億円ぐらいかけて映画化したいと思ってたんです。最初は1億のつもりでやろうとしてたんですね。そのぐらいのつもりでいたんです、はいはい、っていうのは当時大体の映画をどこも断られずに2人でやってたもんですから、それで角川さんにも持ってったし、東映の岡田茂さんのところにも持って行ったし、まあどっかが金出してくれると思ったんですね、はいはい、ところがバカかお前はって岡田さんにも何をやろうと思ってんだって言われて、どこも相手にしてくれなかったんですよ。あ、それでまあ台本も自分たちのお金ですって、はい、困ったなと思ってですね、困ったなってことはないんだけれども、辻さんだけは面白いって言ってくれたんですね、はいはい、台本が原作者はね、原作者、はい、でなんか向井さんの映画、確か銀座のバーの田村さんの、田村純子さんっていうママがいて、はい、その台本、その絵、その彼女がモデルになった映画を向井さんがやってて、はい、それでこんなをしてくれって2人に言ってきたんですよ。だから、平岡正明をグリーン車に乗っけて神戸のホテルに泊めて、辻さんのところへ行って、映画化をお願いしに行かなくちゃいけないっていうんでね、はい、確か一晩か二晩徹夜して本を書き上げて、その向井さんからお金をもらってね、はい、須磨にある、辻さん宅を訪ねた記憶があります。で辻さんも、台本読んで、まあ OK って言ってくれたんで、うん、でまあ各社に持ってったんだけど本当に面倒見てくれないですね。あ、なるほど。相手にしてもらえなかったから、もうはなんか腹立ってきてね、はい、何としてもやりたいと思って、うん、でまあ東映の同期のこの間亡くなった一人は塚田君っていうのと工藤さん、タイトル出てますけれども、はい、貯金をはたいてくれて600万円ぐらい、まあ我々の時代の同期の純系の人ってお金持ちが結構いたんですね。なるほど、映画会社でね、はい、映画会社で、まあ黄金時代の名残があって、はい、でお金出してくれたんだけれども、はいはい、岡田さんがですね、まあ哀れと思ったのか東映にあるものは何使ってもいいっていう。あ、なるほどなるほど。それだったらね、ええ、でちょうど、西武が大泉に進出してくる時期で、ほほほほ、僕の同期のやつらそういうことにも関わって、準系の人が関わってたんで、はい、でスタジオ200を
上げてくれるっていう、はい、まあスタジオにあっていい、はいはい、池袋の、はい、あの西武デパートの中にあったんですよ、ええ、だから西武デパートのそこの係の人も、司会者として出演までしてるんですけども、うんうん、だからあそうなんですね、それでまあそこではやれるっていうことになったんですが、はい、あの工業界って当時、まあ、僕も東映育ちですけれども、はい、工業界っていうのは怖いことを知ってましたから、自主上映なんか最初は喫茶店でやろうかなと思ってたぐらいだから、はいはい、まあここに北川玲子さんもいらっしゃるんですけど、はい、あのみんなですね、平岡君だけは確かあの分泌業で食えなくなっちゃうから、はい、あのスタッフと平岡さんには11日で撮るけれども、まあ10日ぐらいで2週間ぐらい撮っちゃうけれども、30万円で出てくれて彼にはギャラ払いましたが、なるほど、スタッフと平岡さんには払った記憶があります。あとまあお前も、我慢してタダで働けっていうことで、僕はもちろん、あれしてましたが、工業の世界は怖いから、はい、一番ボスがあの今の武蔵野館の仙台の河野さんっていう方だったんですね、はい、あのボスが、で、河野さんのところに直に行って、はい、東映も角川なんて何本も本書いてるのに、誰も相手にしてくれないから、うん、あのどうしてもこれ撮りたいんですけども、はい、西武デパートとかパルコとか、あの工業としてはエイリンマークもちろんつけないですけれども、うん、あのそんなお金ないですから、あのやっていいかって言ったんですよ、はい、あの横上破りなことをしますけれども、言ったら、あのよく来てくれたって河野さんが言ってくれたの、お前偉いって言ってくれて、今度一緒にね、そんなにたくさん映画撮ってるんだったら、今度は俺と組もうなって言ってくれたんで、はい、もうあと河野さんが OK 出したら誰も文句言わないから、紀伊国屋ホールでやったり、どこでやったりもむちゃくちゃできたんですよね、だから、まあ北川さんなんかもちろん頼んでた、まあ、あの南新坊とかなんか、はいはい、みんな学芸会じゃないけれども、面白そうだから出てやるって、田口智朗も出てましたけど、はいはいはい、あんまりアップがないけれども、まあ、田口智朗って漢字でしたね、いや漢字だしで、発見の会にいたんですけども、はい、あの発見の会の刑事の一人ですよね、刑事ですですよね、国家権力だって言って、はいはいはい、あの男ですけれども、いや田口智朗の何たるや知らないんだから僕は、いやそうですよ、ね、とにかく発見の会でこいつ面白そうだな、うんうん、だから田口智朗さんこの後にだからナゴムレコードっていうところからバチカブリっていうね、ミュージシャンとして割合世に出るわけですよね、で田口智朗さんはだから自分で監督もするようになっちゃって、そういうものに俗図鑑使わせてくれっていう時はいいですよいいですよって、でまあプロの人もですね、入江若葉さんたちもみんな、はいはいはい、あの安岡力也は、まあ不良番長の付き合いだから、もちろん OK なんですけど、はい、あの一番感動したのは、はい、朝比奈さんの性病評論家ですね、はいはいはい、これはね、この間お亡くなりになっちゃって、僕は週刊新潮にインタビュー受けて、まさか出てくれると思わなかったけど、ダメ元でもいいから性暴力が彼女がぴったりだとは僕は思ってですね、うんうん、お願いしたらいいよって言ってくれたんですよね、多分それから市中日記、はい、南新坊が出て、で図鑑のこれも映画を
引用したいと、自分の映画の引用ですけれども、うんうん、映画の中で使ってるんですが、あの朝比奈さんに久しぶりにあなたの画面を何十年か経った今、はいはいはい、使いたいんだけど、いいですかって言ったらば、うん、好きなようにしてくださいって、いい人だなと改めて思ってですね、あの人がこの間そうですね、お亡くなりになっちゃって、一人でお亡くなりになっちゃったみたいで、僕知らなくて、はい、あれは2015年かな、あの地球に坪内遺族も亡くなりました、はいはいはい、だからとってもなんかさっきやったあの南新坊が作ったポスターが玄関のところに大きくねありますね、はい、あれ実は南新坊が作ってくれたんですね、うん、で顔だけでもあれで作りたいから、あのパテ社っていうアメリカのパテあアメリカのパあパラマウントだ、うん、パラマウントのポスターをそっくり真似したいって南新坊が言い出したから、それはす面白いアイデアだけど、あの金かかるだろうなと思ったけど、まあダメ元でこれもダメ元でもいいからって、うん、パラマウントに電話したんですよ、はい、だから極東のそんな安い映画作ってるやつから金取れないから、はい、どうぞお使いくださいってなるほど、よく我が社の古いポスターを知っててくれたっていう、まあこれも褒められて、それであれ南新坊がそっくりパラマウントの昔ああいう顔のいっぱい出てるポスターがあったんですけれども、新坊が作っちゃったんですね。でやっぱりこの間やっぱり亡くなった秋山道夫君が、はい、デザイン系をこの本もそうですけれども、うん、秋山道夫がバカバカしく派手な、うん、あの本なんです、作ってくれたりで、まあのんきな時代だったんですね、はい、非常に助かりましたけども、皆さん楽しんでやってらっしゃいますよね。芝居心もあるし、まあそのなんていうんですか、副読本とかもすごく楽しんで作られてる感じがすごくしますよね。これビニ本って今しようかな。もういやもうまあそうですね。皆さん知ってるんじゃないですかね。ビニ本もね、僕初めて知ったんだけど、佐山さんっていうね、今お寺さんやってるのかな、宮崎駿の国立高座かでありましたね、はいはい、あれの原作者でもあるんですよ、うん、そんなことももちろん知らないんですけれども、佐山さんがこれタイトル出てますが、今橋本って言ったっけね、なんておっしゃいましたかね、はい、早稲田のあれですか、高田のババのグラウンド、はい、あれ読んだらね、そのことが出てきたんでね、末井君だとか、はいはい、白夜処方の、はい、そこで働いてたみたいなことらしいんですが、もうみんなその頃は無名の人なんだけど、うん、僕にとってはね、みんながこのバカバカしい映画を手伝ってくれたんだな、はい、なんかでもそういう熱を感じますよね。いや、本当に、まあ、僕本当に楽しみながら拝見して、なんか最後やっぱフリージャズになるところがね、いや終わらせるのはね、もうみんなねサックス買ってね、うん、ブー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 本当に吹いてるんですか、吹いてるんですよ、なんか平岡君も南新坊も、なんか様になってますよね、末井君なんか今でも どっかで吹いてるらしいんだけど、みんなサックス買っちゃって、はい、吹いて死にたいっていうか。なるほど。まあ、で、西武デパートでおもちゃ売り場行って、はい、僕は戦車をプラモデル手に入れて、ああ、はいはいはい。戦車をプラモデルだった、ね。あ、そうなんですね。それで、まあ、坂本前哨が、はい、カメラだから、うん、綺麗に撮ってくれるんですよ、はいはい。ライティングがいいんですけど。はい、低予算の鏡のような。あれですよね、当時シルエットで戦車撮って、
スーパー16ミリっていうのが流行ったんですね、はいはい、でこれとその後今度大林さんにお返しで僕は廃止の脚本書いて、あれもスーパー16ミリで撮って、はい、お金のない人たちがスーパー16ミリで撮る、うんうん、あのことがちょっと流行ったんです、ね、なるほど。だからその時代の流れですか。なるほど、ありがとうございます。まあ、ちょっと俗物図鑑から少しだけ時間を戻して、少しというかかなり戻して、今日せっかく桂さんのお話をかん なんていうんですかね、聞きたいっていうのが一つあるの で、 ああで、ね、少し戻していいですか。はい、どうぞ。まあ、僕なりに桂さんと内藤さんの関係を自分なりに復習してきたんですけれども、まあ、内藤監督は、1936年生まれですね。で桂さんが1929年生まれで、まあ、内藤さんは1959年に東映入社されて、で、まあ、1969年に不良番長、さっきおっしゃってた、送り狼でデビューされて、まあ、その後こうなんていうんですか、 B 面と言われるようなものをたくさん撮られて、夜のシリーズとかね。でそんな中で1973年にそのネオンクラゲっていう映画で、これをまあものの、まあ、僕のような後発の人間がそのものの方によると、桂さんや大和屋敦さんがこう褒めたというふうなことがあったっていうふうに聞いてるんですけれども、そもそも の、 その内藤監督と桂地方の出会いっていうのはどういう出会いだったんですか。石井テロが好きなんですね、はい、桂さんは、はいはい、でね、慶応でね、はい、なんか石井さんの作品の、うんうん、花と嵐とギャングたちだったかなんだか忘れたんだけども、はい、石井さんが撮ったものを慶応の英検で、はい、上映会やったことがあるんですよ。でね、石井さんはそういうところ行きたくないって言って、うんうん、大学行って喋るの嫌だったから内藤誠に代わりに行ってくれって言って、はいはいはい、で桂さんがその時トークの相手だったんで、はい、こっちはもう石マニアと言ってもいいぐらい、はいはいはい、でまあ僕はピンチヒッターで行ったりして一回会ってるんですけれども、はいはい、その前にどうして引き受けたかっていうと、桂さんが相手だったら、うん、ネオンクラゲ褒めてくれた人だから、うん、まあ大丈夫だと思って。なるほど、なるほど。で、そのうちにね、僕日本の黒幕を、はい、大島さんと京都で一つ、はい、なんか随分長くやって、はいはい、これにも書かれてますよね。でね、流れちゃったのは、はい、もうちょっと、まああのあれに。大島渚選手のなんか2巻目か3巻目、はいはい、四方谷彦の解説で、うん、シナリオ載ってますけど、四方田さんも出てらっしゃいましたね、艦隊してね、出てくれてるんですけども、はい、まあ、ともかくその映画が流れちゃって、はい、で大島プロに雇われてたから10万円だったかな、なんか大島さんにもらって、はい、ずいぶん長くかけてたんだけど、うん、お金にはならなかったんですね。いや、東映から一銭ももらわなかったんですよ、はいはい、で日下部五郎がプロデューサーだったんですよ、はい、一銭も 出さないで、まあ、ホテル田舎亭っていうところで泊まってましたが、飲み食いはもちろんしてましたけど、大島さんがよく飲むから、はい、だけどまあただ働き東映的にはしちゃったんですね。そうしたら日下部五郎が、まあ、僕のことを申し訳ないと思ってくれたのかなんか知らないけど、うん、冒険者神風っていうのを、はい、あれはすごく予算があったんだけど、はいはい、本書いてくれって、はい、だ日数全然ないから、はい、誰か日数がなかったんですか、本作りの本作りの日数がないけど、はい、お金はあるんですよ。高森隆一さんが監督なんですけど、先輩に当たるわけですよね。で千葉真一と秋吉久美子と、はい、真田広之が出てるんだけども、はいはい、見ました僕もそれで中学生の頃に、はい、それで
まあそれで呼んでくれた誰かね、はい、来てもらえって言ったんですよ、はい、ただ一回も仕事をしたことないけど、うん、桂さんっていう人は僕のことを褒めてくれてるからきっとうまくいくと思って、で急遽桂さんを頼んだら、はい、もちろん来たんですよね、はい、であれも一生懸命2人で書いて、うんうん、はい、終わって、はい、その次にね、はい、真田広之でね、はい、現場大戦ライブでやりたいって僕は思ったんです。桂さんと2人で、はい、4巻まで岡田さんが副料理をご指摘してくれた時に、はい、京都のなんか有名な、はい、ちょっとこれ読んでください4巻前でいいです頼んで分かった分かったって言ってね、うん、なかなかすぐには読まないんで、うん、そのうちにね角川さんにね、はい、耳にね現場大佐にやろうとしてるやつがいるっていうことで、はい、アニメにす林太郎がまあ売り、はいはい、出してましたから、地でアニメにするから二人本書けっていうんで、また仲良く現場大戦書いたりしてるうちに、はいはい、なんかロマンポルノも連れてってくれて、はいはい、宇野浩一郎のね、セクシープリン癖になりそう筆頭にまあずっとたくさん書かれてますよね。そんなことがあってね、はい、桂さんにはお世話になったんですよ、はい、助かりましたけどね、金銭桂さんもね、はい、一緒に組んで、お金が稼げたと言ってくれてるらしいんだけど、はい、まあよく注文が来て、いや僕すごく今日はまあそこを本当に重点的に伺いたいなと思ってましてね、その内藤監督からのある種ラブコールで桂地方を呼んだわけですよね。そうですね、まあ、冒険者神風でね、ネオンクラゲの、まあもちろんそのことがあったからにしてもこれはいいと思って、にしてもまあいわゆるその、桂さんも生粋のライターじゃないですか、そのロマンポルノとか書かれてその前にデビューされてるけれども、で東映の現場で育ちの内藤監督とその一本やったからといってね、その後あんなに組み続けるなんていうんですかね、そのコンビってなかなか珍しいと思うんですけれども、な何がそのあったんですかね、フィーリングなのか、な何なのか、そのまず神風で年はね、あの人陸軍4年学校だからな、はいはいはい、だから年が違ってるのと同時に、だから前半をいつも勝田さんが膝な書き方するんですよ、はい、微分帳で、うん、だけど僕は監督だからね、なんか撮ったら同じだと思ってるから、うんうん、そんなとこで凝ってることはないんだけど、うんうん、出だしがね、まあ、どのシナリオを読んでも、はい、勝田さんがなんか難しい文語体を使って、ね、うんうん、かっこよく書くんですよ、はい、でまあそれはそれからハウスなんかも見てたしね、うんうんうん、だから、とにかく後半は僕に書かせてくれた、はいはい、やっぱりクライマックスとエンディングはね、もう書かなかったら映画を書いた気がしないって僕は言う方だったら、加藤さんがそんなドラマドラマって言ってたよね、うん、もう二人で箱を打ち合わせしてるんだから誰が書いても同じだけど、クライマックスとエンディング書きたいんだったら後半あなたでどうぞって言うから、もうあらゆる作品前半桂さん、クライマックスからエンディングの方は僕っていうふうに決めて、まあそういうことはお互いにね、そうなんですね、でなんかある程度来るとね、はい、こんなの撮ったら同じじゃないかと僕は監督として思っちゃうことがあっても、結構文章にこだわって最後までやってくれるから、あなるほど、都合のいい人だなと思ってきてます。そうですか、いやちょっと少しね、僕自分の話をしますと、僕は、まあ、ピンク映画でデビューしたんですけれども、ゼゼ高橋さんっていう監督で今もバンバン撮ってて、ピンク時代からバンバン撮ってる人なんですけれども、そのゼゼから脚本を書けって言われて、で僕は本当独学なんですよ、そのたまたま書き始めた
ので、で学校とかも行ってないしね、その時にたくさん入門書のようなものを読んだんですね。その90年代前半にいろいろ古本屋に行ったりして、その中の一冊に、実感的シナリオ講座っていう、その内藤さん、それから桂さん、あとはあの劇作家の如月小春さんの定段形式の本でしたけれども、あのそれをやっぱりあの読んでね、それがの中で、まあ、今回ちょっと見つけようと思って見つからなかったんですけれども、持ってるんですけれどもね、でそれをこう読んで、一番印象に今も残ってるのは、その桂内藤形式方式と言われる、つまり片っぽが前半を書いて片っぽが後半を書くで、箱書きをちゃんとだから作っておくっていう、でも箱をちゃんと作らないとそれは不可能なんだっていうことをまあ言われてるのが一つで、もう一つはまあ当時僕はピンク映画書き方も分かんなかったんで、頭から脚本書いてるわけですよね。で詰まると苦しくてしょうがないんですよ。でそのこともまあ内藤監督と桂さんが話されてて、いやどうもその、確か早坂明さんっていう脚本家はね、頭から何も箱を作らないで書いていくらしいと。で、まあそれいいもの書けるかもしれないけど、時にはね、まあだから病気になるんですよみたいな、多分桂さんがそういうこと言ってたんだと思いますけれども、まあ、そんなことしてるから病気になるんですあの人はみたいな、なんか多分言い方をしてたと思うんですけどね。で、あそうかと、僕は脚本の作り方分かんなくて、なるほどやっぱり箱書きってすごい大事なんだなってことを、まあ改めてその時にね、命拾いをしたかのように知ったわけですね。だからそれ以降は本当に箱っていうものを大切に作って、そう、まあ箱で苦しむ分にはまだ苦しめるというか、本で苦しむよりは箱で苦しんだ方がいいって思って、まあその後今日までやってこれたところがあるので、実感的シナリオ講座っていうのには非常にそういう点で救われたところがあるのでね、今日その辺のところを本当に伺いたいなと思ってたのがあれなんですよね。自分一人で自分が撮るときはね、はい、こう頭の中でこういう風だなこういう風だなって思っちゃうから、はい、絵も浮かべて最後はこうしたいなと思って描き始めるから、はい、箱はまあ割と荒っぽくしておいても、はい、10代稽古の場合とか、はいはいはい、ネオンクラゲとかああいうのはずっとそんなに深い箱じゃなくて一人で描いてましたけど、はい、やっぱり二人になったら絶対ね、うん、言葉遣いまで打ち合わせした方がいいですよ。ああそうですよね、漢字はこれにしようとか、そうしないと読んだ人が、監督が読むわけだけど、人は取るわけだから、やっぱり、そこのとこは箱を、構成をきちっとやった方がいいですね。そうですよね。ちなみに桂さんとなんか喧嘩されたりとかそういうことはなかったんですか？いや、やってて年が違ってたからね。まあ喧嘩はしたことないですね。僕はそんな大先輩とは思ってましたから、はい、あの吉田喜寿とかね、はい、それから山際さんとか、はいはい、最後の陸軍幼年学校なんですよね。でまあなんかああいう人たちは運動神経もきっとブンブン平等だったと思うけど、桂さん喧嘩するタイプじゃないからね。ないですよね。僕は桂さんが誰かと、いや多分ね、トンボ返りとかああいうのやったらすごいんですよ、運動神経は。あ、そうなんですね。さすがに逆立ちとかね、ああいうのはね、さすが幼年学校入るにはこういうことができないとダメかなっていうのがあるんだけども、荒っぽいことは、ただ口は悪いですね。あ、そうですね。だけど僕にはね、そんな、ひどいことは言わないし、はいはい、まあ、なんかテレビドラマの連続なんて書いてるときはね、はい、やっぱり2月半ぐらい疲労日を書くときは僕一人でやってましたけども、はいはいはい、打ち合わせしてる暇がないから、やってましたけど、まあ映画は随分お世話になりました。
箱を一緒にやって、はい、で終わり頃はもうね菩提寺なんかになると、はいはい、カズさんの僕失礼なこと言ったらしいんだけど、ええ、もういいすぐ印刷していい呼ばなくても分かるからって、あそうですか、相手が何書いてるからパッと合わせたら箱をきちんとやってあるから、はいはい、カズさんの方読まないで、僕の方くっつけて出したら OK ですよって日数もなかったんですけど、うんうん、そのぐらい何書いたか大体終わり頃は分かるようになりました、ね、すごいですよね。いや僕ね、だからその私事で申し訳ないですけれども、本当その内藤桂方式をそのゼゼ監督とじゃあ一回やってみましょうって言って箱を詰めて、うん、どっちが頭どっちがお尻か忘れましたけど、やったらもう点でうまくいかなくて、いややっぱこのやり方うまくいかねえよって話になったんですけど、そこがね本当に未だに日本映画史の謎の一つなんですけどもね、この、いや打ち合わせは足りないんじゃないですか。あそうですか。なるほど。打ち合わせをだけやってね、もう、もう行こうか書こうかっていう時はね、はい、何書くか大体分かっちゃう、はい、っていうかもう、はい、それは大丈夫だったですね、うん、くっつけて、いやなんか加藤さんのとこに前半があって僕だけね塩別子かなんかのね、はい、主演のものを書いて、前半加藤さん僕後半持っててくっつけたかったんだけど、映画化するあれがなくてね、はい、お互いに半分ずつ持ってるっていうのがあったりしますね。あそうですか、ね、あそれは映画化されてないんですね。でもうめんどくさいからね、2人が合わせなかったんだね、そういうこともなんかありました。じゃあそれ桂さん家にその意向は残ってるんですかね。もうあそうですか。へそういうこともあったし、はい、結構ね、映画化されてないんで、はいはい、この俗物館で、なんだ、小沼さんのアパートを借りて撮影してて、うん、今思い出したけども、ムマっていうね、はい、日活ロマンポルノ、日活70周年記念とかっていうのを書いて、戸川純子原作の、はいはい、台本もきちっと印刷されてんだけど、はい、樋口加奈子がロマンポルノ嫌だって言うんで流れちゃって勝田さん怒ってましたね。あそうですか。でそんなことがあって俗物館はもう、普通の友達に出てもらって、スターに頭下げないで映画作っちゃおうって始まったんで、まあカズさん北川さんとのあれおしゃべりで言ってますけども、はい、僕は桂さんほど頭へ来なかったけど自分が監督するんだからやっぱり安岡力也とかね、はい、入江若葉さんとか、はい、まあ知り合いにはプロも出てもらいたいし、声優評論家なんて、うん、ある程度スターでなかったらいくら周りの女性でも、うん、まあ確かにそうですよね、できないんですよね、だからねそういうところは、うん、俳優さんに僕は頭下げに行ったら、うん、入江若葉さんなんか、はい、楽しい仕事だって言ってくれてホッとしましたけどね。なるほど。いやね、これ本当に名著だと思うんですけれども、その偏屈系映画図鑑というね、まあ、監督の著作で、まあ、主にそのご自分の人生史と映画史みたいなのを重ねて書かれてるところがあって、その僕はあともう一つその監督 にお聞きしたいのはね、つまりスタジオ撮影所のねプログラムピクチャーの監督としてこう出発されて、ただ僕のプログラムピクチャーはちょうどさっき今名前に出た10代稽古の場合ですか、79年、これが我がプログラムピクチャーの終わりだっていうふうに書かれてて、ここから僕は自主映画を撮っていったっていうね、そのそうか、やっぱりその撮影所で育った監督がある意味その自主制作の映画を撮っていくっていう、なんていうんですかね、
すごく貴重というか、本当ね、ええ、あれね、うん、岡田茂さんがね、ええ、東京都のパンフレット持ってきてさ、はい、で10代稽古の場合っていうタイトルなんだよ、はい、でまあ麻薬、うん、反麻薬のあの、はい、パンフレットなんだよ、はい、このタイトルでお前ね脚本監督しろって言うんですよ、はい、それで森下愛子と亡くなっちゃった三浦くん、はいはい、三浦取ったんだけどね、はい、これで1000万とちょっとで、うん、取らされて、取らされてっていうか、まあ、取ったんですけども、はい、荒戸がね時の娘っていうのをね、はい、僕に撮るように言ってあのシネマプラスですね、うんうん、でそうしたらね荒戸のところが贅沢じゃないですか、うん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 、これはね、うん、どれであなるほどやってるよりも荒戸と遊んでた方がね、鎌倉であれまあ後から考えるとね、荒戸君が加賀真理子をもうただ同然に、うん、あの口説いちゃったとか、はいはい、梅宮が、はい、あの俺との付き合いで、はいはい、安く出るとかいろいろあって、はいはい、実際あのでまあ自分たちでは合宿してる人たちだから、うんうんうん、あの当たり前なんですけれども、うん、まあそれにしてもね東映より贅沢に映画撮れちゃうんだから、うん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 、主映画っていう面白いんだなって、うんうん、だ時の娘でそう思われたんですよね。つくづくそう思って、それからはまあね、はい、本書いたりなんかして、はい、カズハンと稼いで、はい、そうですね、全く、はい、そうは言ってもあの600万円しか金持ってなかったけど、はいはい、あれですね、東映のスタジオ何使ってもいいとかね、うん、小道具も、はい、それからダビングとかああいうのもね、はい、勝手にやれって、はい、その代わり西武との間はきちっとしてくれっていう、うん、ことだったから、はい、まあその点では本当に思いの丈をこれでやっぱりね600万円で今見たらできっこないけど、うん、警察官の衣装だとかね、警官隊の、はい、そういうものが全部ね東映のセットから持ってくるんだから、なるほど、そうですね、だからね、から角川さんがね何か東映のスタジオで映画作ってたんですよ、はいはい、何だったかな、ちょっと角川監督だったと思うけど、汚れた英雄か、汚れた英雄か、それでね今村君が美術やってたんで、はい、今村力がね技術協力になってますけど、うんうん、角川さんのところに簡単なセットまでスタジオをね、角川さんに内緒でセット組んじゃった。あ、なるほど、そういうことなんですね。角川さんに言えないだろうなって、早く撮ろう早く撮ろう。あ、なるほど、なるほど。ちょっといいお話聞けたところで、なんかそろそろなんか時間があれらしいんですけれども、なんか質問があれば、うん、あ、そうですね、なんか、質問、あまりにもバカバカしい話、はい、いや、質問は全然、まあ今ないようだったら、僕はぜひ、なんか一言その、まあ今更かもしれないですけれども、その内藤監督にとって桂千穂ってどういう存在だったのかっていうのを、まあ、少し聞かせていただければなと思うんですけれども、いや、まあ、愚問かもしれませんけど、いや、いろんなことをやりすぎたけれども、カムバックっていうかね、アズナクでカムバックしてからね、はい、あの時も本でね、はい、みんなああだこうだってやってるからもう分かったと、加藤さんにもうこれゲタ預けようって言ってて、うん、やっと収まって感じしたりしたんですよね、はい、人は本書いてて、はい、僕は監督にだけってしようと思ったから、はいはいはい、みんなに好きなように
の意見は言ったけれども、はい、で加藤さんにその時まあ中野であんまり置かれないから、はい、社室は中野のなんとか公民館みたいなところでやりましたけれども、はいはいはい、加藤さんにね、はい、もう一本なんか仕事をしといたらよかったなっていうのはね、なるほど、うん、その時は加藤さんのところへゲタをつけようかと思ったんだけど、うん、それしなかったから、うん、で加藤さん見に来てくれましたよ。あ、そうですか。それからね、市中日記の時なんかはね、はい、ここでお世話になって打ち上げまで、ここでやらせてもらったんだけど、はいはい、加藤さんに相変わらずバカなことやってるなって言われて、なるほど。まあ、はい、もう一本ぐらいね、はい、いや納得するドラマでやっとけばよかったかなと思ったけど、はい、あ、そうですか。加藤さんも、リハビリをされてるのを最後に見たんだけれども、はい、なんかカムバックするだろうなと僕は、あ、うん、そうですか、思ってましたけどね、うん、見舞いに来るのが遅いとかね、はい、それからなんか僕は文句があったんですね。分厚い練馬区のために書いたの、加藤さんの名前もよく出てくるから、はい、大泉の書いたそれで、加藤さんの名前出てくるし、はい、これよ暇な時読んでって思ったら、こんな重いものをまあ家を送ってくれとかね、相変わらず相変わらず言いたいぐらい言われてましたけど、そうですか、まあ、はい、治らなかったですね。一生懸命廊下を歩いてリハビリしてるのは最後のあれですけど、はい、まあお世話になりましたよ。はい、そうですね。なんか、まあ、何しんみりしてんだって、なんかちょっと桂さんに怒られそうなんで、そろそろちょっとね、この辺で締めにしたいと思うんですけども、今日はなんか桂さんのためにね、はい、満席だったらしいから、うんうん、よかったなと思います。そうですね、本当ね、はい、僕は泣こうとしたやつから電話かかってきて、満席で入れないんだけど、なんとかならないかっていう感じだったんですけど、まあ満席っていうのは、ね、はい、そうですよ、来てくださってるんだから、そうですね、そんな横から顔で入れちゃったらとんでもないことになりますっていうことで、うんうんうん、なるほど、また見に来てくださいと言ってきましたけど、はいはい、そうですか、いや、飯島さんからもね、はい、チケットを取るのが大変だって、うん、そうなんですよ、メールが入っているんで、ああ、よかったなって、座席数もね、少し少なくしてますからね、でも、まあ、おかげさまで、はい、加藤さんも、そうですね、はい、持って明細して、はい、すいません、今日はいろいろありがとうございます、本当、内藤監督でした、ありがとうございました。本当に本当に喋ろうと思ったけど、まあ、いえ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 、もう本当にいいお話聞きました。